か。樋口さん。おお、吉崎、久しぶりじゃねえかよ。ご無沙汰しております。どうよ、そっちは。いや、もうダメかと。それも含めててめえの実力不足だな。そんな、まあ俺らのとこも正直厳しいわ。やってらんねえよマジで。そうですか。総額540億もかけてクソみてえな布マスクを送りつけるくせに補助金はカスみてえな額だし、あれ一体誰がつけんだよ。その上3密との相性最悪だから普通に営業してるだけで叩かれるし、俺らって生活変わってるし従業員や家族やしてなきゃなんねえのによ。マジでクソみてえな世の中になっちまったよな。おかげで六本木は後並み店が潰れてるよ。実はそのことで相談が。あ？僕のとこも一旦畳もうかと思いまして、ここでどこか働き口がないかと。うちも今かなり厳しいからな。まあいつの時代でも人が足りてねえとこはあるだろうから電話し聞いといてやるよ。あ、ありがとうございます。期待はすんなよ。あ、吉崎くん、お互い大変だけど今日からよろしくね。はい。でもいいんですか？え？いや、その人手不足とはいえお給料見た時正直高いなって。樋口くんの頼みじゃなかったら正直断ってたよ。え、あ、樋口くんどうしたのわざわざ。山本さん、今俺の大事な部下が困ってて面倒見てやってくれませんか？いやー、樋口くんの頼みとはいえうちもなかなかにきついからさ。そこをなんとか。あいつは間違いなく使えるやつなんで。まあ国や世間が守ってくれない以上、僕らが助け合ってこの過去最悪の困難を乗り越えないといけないんです。このご恩はいつか必ずお返しするのでどうかよろしくお願いします。その上給料だって向こうから提示してくるんだから。まったく。